草野恵美は、東京を拠点に活動するアーティスト、タレント。歌謡エレクトロユニットサテライトヤング主催、歌唱担当。作詞作曲を自ら言っている。東京都出身、東京都育ち。2008年より、高校時代から、フォトグラファー、ライターとして活動。ウェブサイト、ジャパニーズストリート英語雑誌、メトロポリス、CNN のトラベルガイド総合サイト。 CNN 号、イギリスの業界誌、WGSN などを媒体に、原宿を中心にストリートスナップを撮影。2011年、慶応義塾大学在学中に、スタートアップを立ち上げ企業。伊藤上一率いるインキュベーションオープンネットワーク、ラボの4期生として、海外向けのグラフィックデザイナーの SNS、レイズベータ版を立ち上げるものの、 立ち上げメンバーの就職により開発は見送られる。2012年3月に21歳で結婚。11月に第一次を出産。2014年、歌謡曲エレクトロの分野で、サウンドマンである、ベルメゾン関根と、音楽ユニット、サテライトヤングとして、活動を開始する。現代風にアレンジされた 80S サウンドに、人工知能や、オンライン交際など、 現代のネット社会や最新テクノロジーをテーマに楽曲制作を行う。2016年、アドビが開催するクリエイターの祭典、アドビマックスの日本代表のアンバサダーに選出される。同時期、広告代理店に入社。アーティスト活動と会社員の二足のわらじとなる。スウェーデン初のアニメ、先輩クラブの主題歌提供、米国インディーレーベル、フューチャーシティレコーズ。 ニューレトロウェーブからのリリースにより、欧米を中心にファンを増やし、2017年には、テキサス州の音楽フェスサウスバイサウスウエストに出演を果たす。2018年、多分や横断型のアートに特化した、ハッカソン、アートハックデイに参加アーティストとして選出される。人工生命を持ったカラオケマシンを、アート作品、シンギングドリームとして発表する。 審査員特別賞を受賞。同年、広告代理店を退社して、フリーランスになる。同年、7月より、三点制約の目薬、三手 PC の CM キャラクターとして起用される。出演 CM は、全国の地上波テレビ、交通広告などで流れる。起用のきっかけは、ホームパーティーで知り合った女性からの Facebook 経由のスカウトだ。 2019年より東京芸術大学で非常勤講師に就任。現代アーティストであるスプツニコと共に教壇に立つ。2019年、オーストラリアで行われた CG カンファレンス、シーゲグラフアジアアートギャラリーにてメディアアート作品インステイベイビージェネレーターが入賞。2020年10月、エミサテライト名義で初のソロシングル、グラスシーリングをリリース。 女性の生きづらさと共鳴し、未来に向かって進んでいこうというメッセージも込めたエンパワーメントソングとなっている。2021年3月セカンドシングル IPO をリリース。日々、乱高下する株式市場をインスピレーションに作詞。同時に、初の NFT 作品、ラブイズワン IPO を出展し、ファンデーションで落札される。全部との間に位置し、 現在の夫との間に一子がいる。2021年時点で小学3年生の長男はゾンビズーキーパーの名前で NFT アーティストとして活動。夏休みの自由研究としてオペンセアニピクセルアートを出品していたところ、イラストレーターの高倉和樹が購入したことを発端に面白がって購入する人物が増えた。中には海外のインフルエンサー、 トレバー・マクフェドリーズらが購入したことで人気が高まっている。ありがとうございます。